何が面白いかっていうと、この画面できるのかな、こうやってね。お、あ、なんか昔懐かしいゲームめっちゃ良さげだな。え、雰囲気よ。あ、これ新しいオブジェクト。おー、そういうこと？すごいね、マジで。これなんだろうね。お、ステージ表示じゃないな。あー、そういうこと？すごい。地図の中に地図がある。え？あ、あ、そういうこと？あ、これ湖のアップに行くんだ。へー、すごい。これめっちゃステージ数あるぞ、多分。そうだね、そう考えるとめちゃくちゃあるね。冷たい水じゃん。冷たい水。ババイズユーアンドが出てきたね。難しそう。シンクってなんだろう。シンクはね、あ、あれか、ババイズユーアンドシンクと右上のジェリーイズシンクがあるから、この海っぽいのに触れると溶け一緒になっちゃ、一体化しちゃうっていう感じなのかな。ジュバー。あ、そう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 。ないから、これを外すと、でも外してもな、右上のが生きちゃう。あ、いいのか。多分シンクとシンクがある場合にっていう感じだよね。で、これはあれなんだよね、あの右上のジェリーじゃないからね、クラゲじゃないから。あ、そっか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 。このクラゲに当たると死ぬっていうことか。そこからのこのウォールを、これどうなるの。終わったわ。かわいいなぁ。ポンっつって。ウォールを何かで使うんだろうけど。あのクラゲには触れらんないの、ほんとに。クラゲに触れると死ぬよ。おぉ、死んじゃったね。一つの生命を潰したとは思えないリアクションしちゃった。おぉ、死んじゃったね、つって。サイコパス。ではない。フラグイズウィン&？あ、そうか、そっちもあるのか。これで何なんのっていう。フラグイズウィン&シンク？あ、ウォールか。ウォールかな？壁でどうなんだろう。まあ一回やってみるか。そうするとフラッグが壁になるってだけ？あ、壁になっちゃった。あ、積んだ。あの今までの感じで言うと、うん、まとめて押せるから、うん、あ、ゼリーに触らずに、おお、力技。何でもいいから当てれば消えるんだ。そうなんだね。マジか。ね、え、やばすぎるこれ。作った人の脳みそ見たい。湖のステージにターン。うわー、文字いっぱい増えた。スターが増えたね。スタークラブも増えたね。いたいたいた、これか。まず石を押す。うんうんうん。いや、これむずいぞ。アンドアンドスターをまずプッシュにして、プッシュにしてもあれだな、骸骨いるからいけないんだね。でも骸骨も消えるんじゃない、さっきみたいにプシュッつって。消える？待ってね。これでね。あっ！終わったわ。積み感すげえ。そっか、そうなるのか。このいきなりすごい難しいんだけど。さっきと一緒なんだろうな。でもなんかそういうさ、ちょっとした発想の転換でっていう。これで、操作が下
ああ、はい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 。これやってこうすると何これは。あのロックが今何も設定されてないから。これあー、え、あ、ああ、あるやつは消せるんだね。ね、そういうことか今の。びっくりした。でもそっから先がわかんないですね。とりあえず元に戻して、うんうんうん、このクラブを、うん、自分にできれば上がれんだよ。そっか、確かに。でも多分潰れないでしょ、そこに押しても。あ、これはいけんだけど、ここ行ってどうなるのっていう。もうこれ積んでる気がするんだよな。あ、これさ、うん、クラブ&ババイズユーってできるのかな。あー、そういうこと。うん、ちょっと今からだともう修正聞かないけど、まずスターイズプッシュにして、だから、いや、押さなくて平気よ、それ。うん、あ、そっか、うん、押しだけでいい。それでスターをプッシュして、重ねてからそう、シンクで消すと。消して、で、その後クラブ&ババイズユーにするために、邪魔なやつ除いて。そうだね。あ、先に1個押しとかないと。あ、そうだね、上に。これで、おー、あー、すごい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 、ドジいけるね。おー、あ、イエー、なるほど、イエーイエーイエー。面白いゲームだな。難しいな、でも。へえ、すごい、見てて楽しい。なんかあの、正直こうやって画面越しにやるっていうのが不安だったけど、案外一緒にプレイしてる気になれて楽しいわ。ああ、でもね、謎解き要素あるとね、うんうんうん、楽しいんだよな。愛情。なんか急にピンク色になったけど。ケケ。ケケ。ムー。これかな、なんかピンク色のやつかな。うん、なんかすげえケケっぽいよね。ムーブってことは何？このケケ感でワープすると。あ、勝手に動いてる。完成？勝手に動いてるよ。すり抜けるわ。あ、当たっても知らないんだ。勝手にすり抜けるし、でもこれ、この昆布は、そうだね、触れたら死ぬんだね。呼び方が分かんないけど、あ、アルガエ。アルガエだね。ラブイズウィン。ハートで、まあクリアなんだけど。ハートイズムーブ？ラブイズムーブは？賢いね。いかないで。あ、これじゃダメなんだ。ラブイズムーブ、同じマスに行けないから。あ、そういうこと？ここで止めとくのか。そうそう、それだと今プッシュだけど。ん？あ、いいのか。あ、これプッシュだったわけだ。これでやれば。それで。おお。すごい。すごいね、このゲーム。時間忘れるやつだな。これ一生やってやれるぞ。まあ人なんだけどできそうな5まで行ったら一旦止めようか。そのぐらいかな。柱の庭園。柱の庭園。ピラー is push。 ピラーが増えたね、新しく。そうだね。で、スター is defeat。 これ昆布は特になし。そうだね。昆布なんかな、わかめなんかな。あ、わかんねえ。どっちも一緒じゃねって思ってた。これは、あ、わかんない。わかった。ピラーをまず旗に沿って2つ並べてみて。柱か。ピラー？旗？うん。柱を横一列に2個並べてみて。で、そう、それを下にして、でそしたら、
そのまま、1、2、3マス押してみて。はい。そしたら、その柱を、U にする。ピラの方を動かさなきゃダメ。ピラか。うん。これピラーの読み方違ったらだいぶ恥ずかしいな。いや、ピラーはわかる。イエー、これでいけるよね、きっと。おー、賢っ。ちょっと出ちゃったな、知性出ちゃったな。調子乗ってんね。じゃあこれが今回最後かな。そうだね、今回最後、ファイナルステージ、レンガの壁。でかっ、でっかいなぁ。こういうさ、シンプルなやつほどめちゃくそ難しいんだよな。ね、もうすでに何もわからんもん。だから伊豆をこうやってなんかやるんだろうけど、これ、あ、これか。ファイナルステージはあっさりすぎんか。はい、というわけでね、最後はおひねちゃんの起点ですごいあっさり終わったわけですけども。出ちゃったな、知性が。やべえ、これこの企画っつうか、このゲームやるたんびに出るんだろうな、このセリフ。まあね、見ての通りすごい面白いゲームなんで、ちょっと興味持ったらぜひ皆さんもプレイされてみてはいかがでしょうか。あの、我々としてもね、一応これ以降パート2パート3っていう感じで続けていきたいなとは思ってるんですけども、やっぱりこれね、多分答え見ないでやった方が面白いゲームだなって私思うから。パズルゲーだからな。うん、だからぜひ皆さんもね、あのこの実況を見る前にプレイできそうな方はプレイしてみて、そうじゃない方はちょっとね、私たちのこの実況をね、楽しんでいただけたらなと思います。それでは本日の動画はここまでとなります。もしよろしければチャンネル登録や、高評価、そして Twitter のフォローとよろしくお願いします。それでは本日の動画はこれにて終了いたします。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。